ゆうさん。はい。動画を撮りましょう。今日俺も撮ったよ。動画を撮りましょう。始まった。始まった。いや、俺も撮ったって今日。ゲーム撮った。いや、ストックまだないから。どういうこと、ストックまだないって。あるやん、ストック。ストックあるよ。何言ってんの。いや、ない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 。何回俺ドッキリさせられてる時もマジで。あるよ。あるでしょ、ストック。いや、まあ、ないに越したことは、あるに越したことはない。ないに越したことはない。まあ、あるに越したことはないけど、でも、うん、今日はもういいんじゃない。このモニターもすぐ飛んないと。いや、でも俺もポケモンやってるから。ポケモンはいい。ポケモン、ちょっと待って。もうやだ、やだ、もうやだ。はい、どうも、こんにちは。小佐川リーダー、てるしゃんです。今回はね、11月末発売予定の、父の背中と、ギガフリス、アヨデッタさんですね、のコラボのモニターがね、ご提供していただいたんで、お家に届いたんで、こちらの方をね、組み立てとレビューの方をしていきたいと思います。概要欄の方でね、もう Amazon のリンクとかあってくるんで、もう予約開始してるんでね、皆さんよかったらチェックしてみてください。それじゃあ、早速、レッツゴー!はい、じゃあ、開封していきまーす。多分早首になるから BGM いらねえな。ケーブル、ケーブル、説明書に父の背中とはって書いてある。かっこいい。リモコン、ディスプレイアーム、さあ、モニターのスタンドがついてないというピーキーな今回仕様にしてもらったコラボモニター、はい、こちらがモニターアームです。ギガフリックスだったりとてもかっこいい。これ油圧式なのかな、ガス式なのか、すごい多分簡単に操作できるようになってて、でここにね、これか、こっちか、重たいUSB とかさせるようになってるんですよ、ここ、はい、みたいなね、アームでございます。はい、こちらもね、取り付けていきたいと思います。はい、というわけでね、アイオデータのモニター2枚付け終わりました。こっちが新しいやつ、コラボモデルで、これが、去年自分で買った素晴らしいモニターです。で、サブモニターにして、で、モニターアームはこっちに使おうかなと思って、モニターアームこうやって俺縦に2枚にしたいんですよ。だけど今回のモニターアームはこういう普通の、こういうやつなんで、で、こっちにサブモニターに付けようかなと思います。ね、このワイドモニター、IO データのやつ欲しいんだけどなぁ。今これ、LG のやつ使ってるのが、IO データのやつ欲しいんですよ。いや、マジで熱い。はい、じゃあ、ちょっとこれ、つけていきまーす。あっち。はい、というわけでね、こちらのモニター取り付けていきたいと思います。疲れた。チーケさん、これ持って。はい。カメラちょうだい。やだ。新種カメラ一回行って、一回貸して、一回貸して、一回貸して。よし。よいしょ。絶対こうなるやん。はい、どうぞ。じゃあ、取り付けていきます。はい。このモニターもだいぶ使ってんだよね。だいぶ使ってるね。今日も、普通に映んなくなってきたりとかして、最近。はい、というわけでできました。わあ、疲れたね。俺がな。俺がな。しないというかわかんないですね。あ、疲れた疲れた。はい、こちらがね、新しいモニターです。で、これが今まで使ってたモニター。これが、コラボモニターです。で、はい、こちらがね、販売ページとなっております。これ概要欄に貼っておきます。Amazon の予約開始してて、11月22日、発売予定です。はい。これが、こっちがね、今まで使ってたやつ。これが、で、これが、これ、で、こんな感じです。
で、あ、そうそうそう、そうなんですよ。これこれ、これが新しい方のリモコンで、映ってますかこれ。ここに地上の3がボタンがあって、1が俺の設定、2がアップの設定、3がアクツの設定みたいな感じで、よいしょ、1が今俺 で、これがアップル設定、これがアビスの設定みたいになってるんですよ。すごいね。すごいでしょこれ。いいでしょこれ。テンさん、これ自分の設定とかわかんない？普通にポンと押したら。どういうこと？ポンと押したらって。あ、目隠しして、これは誰の設定でしょ、やる？あ、いいよ。いいよ。あ、いいよ、いいよ。はい。あ、はい、押して。はい。いいよ。本当に見てない？うん、ちょ。こう、はい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 。OK？ はいはい、いいよ。こっち。OK。いい？まだ見ちゃダメ。え、まだか。はい、いいよいいよ。OK。よいしょ、これが誰の設定か。うん、どうした。いや、こうやって見せられるとなんか難しいなと思って。アップル設定ではないんですよ。アップル設定ブラウザ開いていい。あ、俺だわ、これ俺。いちいち正解。あー、危ねえ。ちょ、もう一回やろう、もう一回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 。じゃあ今度はこれ、待ってね、よ、はい、アビス、もう正解、うん、もう分かるやん、分かるよこれ。ちょっとアップル以外に見て、アップルの暗すぎる。アップルはね、自分で言ってたけど、なんかすごい目に優しい設定してたんやって。目に優しくて、できるだけ敵が見やすくみたいな。アビツはね、色も、ケルビンが低いんだよ。だからちょっとね、この白い部分がちょっと黄色っぽいというか、アビツの設定は。で、俺はもう完全にケルビン高くしてるから白っぽいんだよね。青っぽい、俺の方は、みたいな違いとかあって、他にもなんかいろいろ設定があって、設定の違いがあるんですよ。ちょっと起こして、まあまあまあ、自分で好きな設定もちろんできますよ。ここで色温度とか、色温度とかも自分で設定できますし、もちろんで、コントラストとかも全部変えれますし、他にはね、ほら、いろいろいっぱい設定があるんで、まあ、僕らの設定使ってもいいんですけど、その自分でその好きな設定にしてもいいという、あくまでそのなんていうのかな、最初のなんていうの、合わせのために、うん、みたいな。ごめん、俺口下手すぎてもう何が言いたいか分かんねえわ。いや、あとね、いろいろ言いたいことがあるんだよ。例えばさ、もう IO データのいいところって、もうメニュー、こういうメニューあるじゃん、これほっといたら普通パッて消えちゃうじゃん普通、これ見て、ゆっくり薄くなっていくの。もう少しで消えちゃうよ、操作しないと消えちゃうよっていうあれで、ゆっくり薄くなっていって、最終的にフェードアウトして消えるの、これ。これいくない、ほら、あれ今パッて消えた。いや、ゆっくりフェードアウトしてたよ。へー、ほら、ほんとだ、最初最初濃いの、うん、とか、あとね、他にも俺好きなところがあって、これほら、操作をやめてからメニューが消えるまでの時間とか設定できるんだよ、これ。あ、こんなんいらんじゃん。いや、でもこれ俺あってめちゃくちゃ嬉しかったの。あとね、あ、これ見て、電源ランプ、ここのこの光、うん、これなんと5段階設定できます。いや、あのさ、これね、実際にそのモニターを使ってて、で、あの、なおかつなんかそういうのゲーマーじゃないとわからないところなんだよね。だから IO データさん、本当だからすごい親身になって作ってくれてるなっていう、すごい IO データさんのなんかその中身もすごいゲーマーなんだっていうのがすごいわかる。こんなんだってさ、普通オンオフじゃん。レベル1、レベル2みたいな。そう、俺だから最初買った時びっくり、もうすごい、なんていうかな、感動したんだよね。なんか段ボールにちゃんと取っ手ついてるのも好きだし、なんかメニューがこうやってフェードアウトしていくのも好きだしで、そういうのがあってね、ね、なんか仲良くさせていただいてます。はい、いや、ほんとね、でもこの設定も、俺とアップルとアビスの設定も、その東京ゲームショウで使うから、早くその、なんていうの、設定完了させなきゃいけないっていう状況なんだけど、俺らがすごいわがまま言って、いや、これはこうじゃないと絶対に嫌だとか、あみつもちょっともう少しここをこうしてくれみたいな、すごいわがままをすごい聞いてくれて、で、本当に TGS の最後、もう1週間経たないぐらい、もう5日前とかまで設定してくれて、すごい親身にやってくれて、なんかそのこのちょっと違うところをそのまま出してしまったら、その買ってくれたそのユーザーに嘘をつくことになっちゃうから、それは嫌だって言って、そしたらもう IO データさんも、いや、その通りだって言ってくれて、ほんとギリギリまで設定してくれて、ね、そういう開発秘話があります。アビツはね、直接あれだからね、 IO データの本社行ってるからね。あ、そうなんだ。そう、あの、全部設定するために気に入るように。すごいな。そうぐらいね、その俺とアビツとアップルがすごい、あと IO データさんがすごい熱を入れて作った今回のモデルがね、
モデルとなっております。ね、5万9000円でこちら予約開始してるんでね、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい。でこちらのモニターなんですけど、よく PS4 だとなんか結局 PS4 って 60Hz までしか出せない、 60fps まで出せないから意味がないんじゃないのみたいなことを言われるんですけど、僕らが押してるのはここなんですよ。 0.6ms これ遅延がここを押してるんですよ。なんでこのモニターを押してるんですよ。 240Hz っていうのももちろんそうなんですけど、この遅延が少ないっていうのもこれが一番重要なんで、全然 PS4 でも OK です。はい。あとその PS4 だとその PC みたいに色の濃さとかをすごい細かく変えれないじゃん。それがこのモニターはすごいその僕らの設定も入ってるし、そこ細かくできるのでおすすめしてるんですよ。なんで PS4 ユーザー、 PC ユーザーだけじゃなくて PS4 ユーザーもにもおすすめのモニターとなっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter フォローよろしくお願いします。あとこちらのモニターのチェックもよろしくお願いします。バイバイ。